体重100キロバツイチ子持ち MC 守屋です。本日の駅前リポートは滋賀県大津市にあります京阪電車石場駅にやってきております。こちらはですね、京阪の駅ということで、もう街とね密着した感じになってますけども、ここはですね非常に都会です。ゼゼ駅から降りてきたところにあるんですけども、前はですねこうね NHK、 これもね旧の NHK になります。新しい社屋が建ちましたので、もう多分ここは普通には使われてないんじゃないかなと思うんですけども、はい、ここからですねさまざまな番組がテレビを通して滋賀県民のもとへ届けられていたわけです。新しいのね、僕まだ行ったことないですけど、良くなってるんでしょうねやっぱりね。そしてこの周り周辺はですねたくさんございます施設が、ピアザ大見、琵琶湖ホールなんかもありましてね、まあ、文化の発信地となってますね。し、あ、くしゃみが出そうだ。ああ、引っ込んだ。ああ、で、そして福祉センターとかでもいろいろありますし、あの、中央郵便局とか、そして県立体育館、武道館、もう本当にね、様々な公共の施設がこの周辺に集まっております。そんなこと、地図がね、ここ現在地でございまして、いろんなのがあるんですよ。わーっとわーっとあるんですけども、ここ飛び出してるところは琵琶湖文化館で、ここにね琵琶湖研究所、かっこいい、なんかもう研究所ってつくだけでかっこいい。これがここやったらもうここからロボット出るんちゃうかと思うような立地ですよね、琵琶湖の中にあってね。これ多分お城の形してるところですかね、はい、そういうねこう、まあ、いろいろありますよというところでございます。もうこうやって喋ってる間も車はバンバン行き来しておりますよ。今時刻だいたい9時ぐらい、朝のね、平日ですから皆さんお仕事中なんですかね、大変ですね、はい。さあ、そしてこの周辺にね、あの観光ガイドみたいなのねないんですよ、はい、残念ながらね。ここにあるのはねこの周りの町の名前が載ったとこなんで、どこ行ったらいいよというよりは、まあお近くの方が自分家どこにあるとかいろいろ分かるとこだと思うんですけども、結構ね山あいのこの辺ね、結構山あいの方になりますんで、 これとか丘とかついてるんですけども、古城ヶ丘なんてすごい素敵な名前ですよね。竜ヶ丘かっこいいし、はい、こういうねちょっと丘っぽい名前ついておりますね。でガソリンスタンドもあって、その向こう側に今車で見えませんが、あの有料のパーキングなんかもございます。あのもう本当に乗降客も多い非常に便利な駅なんですけども、ちょっと駅の方も見ていきましょう。ちょっと傾斜ついてますね。ここが切符売り場ですね。ここで、まあ、京阪電車のどこまで乗っていくかをチェックして、ここで切符買うわけですよ。でこれねちょっとね建物としての小屋みたいになってまして、部屋っぽいのよね、ドアついてて。なんかあったんですかね、これね、中入れるんですかね。そしてこれがよくわからない、屋根もついてて、こういう本当にこう宝くじ売り場みたいな作りなんですけども、ちゃんとねここにほらお金とかをやり取りするところがあるんで、多分ここ、こういうなんか窓でくり抜いてるんちゃいますかね、ほんまはね。この扉を開けるとなんかあるんやと思うんですよ。気になるわ、ほんまは何使ってたんやろ。なんですかね、人が入って、でもここに自動改札あるしな、何なんでしょうね、うん、これ換気扇かな、換気扇っぽいですね。だから中に人が入って、この中でこう呼吸ができるようにちゃんと作られてるってことでしょ。気になる、気になりますよ。そしてこっちもね小屋っぽくなってるんですよ、扉ついてますし、こういうね。で横もなんかベランダみたいになってるんですけども、ここは何もないんですけど、エアコンの室外機があるんですよこれ、ね、ということはここに人が入れるようになってるということじゃないですか、このドアを開けたらね。でもこれを自動改札ありまして、中入ってくるとほらやっぱりこれなんか何かするとこなんですよ。こんなに何かあるのかな、何だろう、これ臨時の人が入るところなんですかね。
収札箱とかもありますけどね、あ、なんかアナウンス流れてますよ。はい、これね、ホームがね、ホームはこういうアーケードがついてまして、こうバリアフリーになっております。滑りにくいようにね、こういう横のね、なんかこう滑り止めもついてます。運休いたします。運休、詳しくは京阪電車のホームページ、まああの駅いろいろとご覧ください。めちゃくちゃなんか言うてるな。ご利用のお客様には、はい、どうも、大変ご迷惑をおかけいたしますが、はい、いえいえそんなことはないですよ、はい、ご理解とご協力のほど、はい、お願いいたします。あ、どうもどうも、はい、これねさっき気になったんですよ。大津を歩こうっていうことでね、スマホで遊べるデジタルスタンプラリー大津クエスト開催中、めっちゃ気になる。このやっぱ大津といえば大津絵なんですけども、それをこうドット絵にして可愛くね、大津クエストこれスタンプラリー、多分いろんなとこ行ってこう位置情報でポチってするんですかね。めっちゃええやんと思ったらね、開催期間残念ながら1月10日で終わりです。今日この撮影が1月12日ですから、2日前に終わってました。残念、乗り遅れた、したかったな。これね、もっと期間延ばしてくれたよ、っていうかむしろこの11月1日から始まってるのも知りませんでした、すいません。なんかね、もっと告知がうまく行き渡る方法があったらいいんですけども、ちょうど今電車来ましたわ。いや寒い、雪バンバン降ってますよ。あ、鼻水が止まらない。よいしょ、ほら雪映ってますかね、ちょっとねこう下にねうっすらあります。もう今年僕の地元彦根では雪がとんでもなかったんで、これぐらいでは大したことないなとは思いつつもですよ。でここにね自動改札ありまして、お邪魔にならないように。でここテルって書いてある、テルテル、あ、押せないようになってますね。なんかあるんですね、ここの鍵がね、電話が入ってるんですね、この中ね。ここにもねほら扉があるんですよ、扉鍵ついてますね、ロックがかかってますが謎の扉がついています。水道があったり、この駅を管理する人用の場所なんですかね。切符売り場ここにもございます。ほらここにも扉あるんですよ、どっちからも入れる。で裏に回ると室外機があるんですよ。これはゴミ捨て場でしょ、ということはここに誰かがいるんちゃうかと思ったら、窓越しに見えますか、これほらこれ生活感あるじゃない、なんかこれ洗剤ですよね、こちらは洗、これ洗剤ですよ、台所用洗剤、これはあれじゃない、手洗うやつじゃない。で気になるのはこの室外機回ってるんです、風出てます、ちょっと音は拾えないかもしれないけど、ということはですよ、この室内今エアコンつけっぱなし、誰かいるのかしら、それともこれもう完全に動いてるんですよ、完全に動いてます、この室外機動いてます。電気代どうすんのよ、誰か消してあげて、気になるわ、今びっくりした、まさかエアコンついてるとは。ええんかな、ええんかな、もう何もどうしようもないんやけども、開いたりはしませんでした、開いたりはしませんでした。駅前はですね駐輪場があります。うわエアコンついてるの気になるわ。これね自転車をねロックしておけるんですけども、24時間で50円です、安い、それで安心が買えるんです、いいじゃないですか。まあなんかね今日はね自転車少なめですね。で電話ボックスありまして、このねグリーンのねここであのテレホンカードを刺すやつ、懐かしい、もう高校生の頃何枚テレホンカード買って当時の彼女に電話したか、家電でかけるとね家族があの親子電話とかって聞くんですよ、だからもうそれが嫌やからテレホンカードでね買いに行ったりしましたね、あのかけに行ったりしてましたね、そしたら今と違ってね本人がすぐ出ないんで先にお父さんとかお母さん出るんですよ、あのもしもし森谷と申しますが誰々さんはいらっしゃいますでしょうか言ってね、そうやって敬語とかね電話の仕方を覚えたような気がしますけども、そしてここ気になるのはここです、売り物件三井のリハウス、ほら綺麗です、いいじゃない、何がいいってここからもうそこ駅なんですよ、超駅近、超駅近、間取りどうなってんねやろう、
気になる、いいなこれ。もうここからここからですよ、これもう。だってもう家の中ずっといて、踏切降りてから行っても間に合うんじゃない、これ今。はい、これじゃあ今行きましょう言ってね、はい、行きますよ行きますよ、はい、間に合わんからさすがに今、今間に合わんからこれ。ああもうそれはさすがに無理か、もうちょっと早く動いてたら、あれ行けるんちゃう、間に合うやん間に合うやん、これほら今分かりました、もう踏切になって向かったら間に合うんですよ。もう朝が弱いお寝坊さんは最高ちゃいますか。反対側行く人はちょっとあの踏切に阻まれるかもしれませんけども、ちょっとこの超駅近物件おすすめでございます。間取りは知らんけど、ぜひちょっと調べていただいて、石場駅の前の物件調べたら間取り出てくるんちゃいますか。気になりますこれもね、気になることだらけ世の中、いやー面白い。さあということで、まあ今日はですねこんなもんかしら。周りはね、本当に公共施設とかなんで、ご紹介できるようなところはそんなにないんです、ないんですけども、まあいいところですよ多分。はい、で一番気になるのはやはりこの建物、この自動改札のところにある切符売り場の建物なんですけども、ここの建物のエアコンの室外機が動いているというところが僕の中では今回一番気になったところですね。まあ場所のこのサイズで言ったら6畳何に違うかな、4畳半ぐらいのサイズの建物がエアコンつけっぱなし、良くない地球温暖化、まあね、もうちょっとね電力のこともありますから、もしこの動画を見てアップするのが何日後なんか分かりませんけど、京阪電車の関係者の方、石場駅のこの自転車置き場側の建物の室外機の電源が入っているようですよなんていうのがね分かっていただけたらよかったら、ね、もしかしたらこれもしかしたらですよ、電気がね止まるかもしれません。このスイッチがピッとこうねしてもらう、そうやって喋ったらこれ気持ちいい、アフロに雪が積もってきましたね。さあということで本日お届けしたのはですね、駅前リポート、大津市にあります京阪電車石場駅でございました。いかがでしたでしょうか、まあ、この雪の中の動画ということで、ちょっと季節感あっていいんじゃないかと思いますが、もうほんまにね寒い寒いわ、皆さん本当に寒いですけども、お風邪などひかないように暖かくしてお気をつけくださいませ。さあということで本日も私体重100キロバツイチ子持ち MC 守屋でした。